暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。皆さん、今日は少し旅のお話をさせていただきたいと思います。これは少し遡りますが、私たちは2005年、平成17年、長崎、広島、2つの都市にとっては原爆投下の痛ましい記念日から、また終戦ということから数えて60周年を迎えたわけですね。この年に私たちがかねて両被爆都市の宗教者として交流を持っております、私が属する長崎県宗教者懇話会と広島県宗教連盟の2つのグループの定期会合におきまして、60周年にあたってローマ、そしてバチカン訪問を中心とした平和巡礼が実施されることになりました。平和巡礼はまずバチカンのローマ教皇をお尋ねすることから始まりました。ベネディクト16世教皇は着座からまだ日が浅い時、しかも直前にはドイツで行われました世界青年大会への御臨席の後でございまして、大変お疲れのところだったと思いますが、元気なお姿で一般謁見会場に姿を見せてくださいました。私たち日本からの宗教者のグループはバチカンのとても温かい計らいで、会場の最前列の一番中央寄りに席をいただくことができまして、教皇は私たち、日本の宗教者たちの一人一人を丁寧に手を取って、短い言葉をかけたりしてくださいました。参加している皆さんとっても満足だったと思います。壇上に登って立たれた教皇はスピーチを始められましたが、その日バチカンを訪れたいろんな国からのいろんな団体の名前をその都度読み上げながら小さいメッセージを送ってくださいました。私たちも日本の宗教者のグループという呼びかけが英語でなされたんですが、皆さんわっとこうどよめきを上げました。これについて教皇に直接宛てた広島長崎両被爆都市宗教者のメッセージを準備しました。その一部を紹介してみたいと思います。ローマ教皇ベネディクト16世聖歌、私たちは歴代ローマ教皇が世界平和のために尽くしてこられた貢献に心より感謝を捧げますとともに、この度新たに教皇位にご就任された聖歌がこれまでの意図を継承され、世界平和実現のため一層の熱意を示されることに対し心より敬意を表します。私たちは1945年世界初の原子爆弾による被爆体験を共有する日本の広島長崎両市の諸宗教者の団体で、異なる宗教の壁を越えて共に核廃絶と世界平和を訴え、共に祈りを続けてまいりました。原爆で21万人の死者を出した広島長崎では、今なお27万人の被爆者が後遺症に苦しんでおられます。この被爆者の方々にとって過去を振り返ることは未来に責任を担うことです。
と前教皇ヨハネ・パウロ2世聖歌が来日されるにあたって述べられた言葉でございました。私たちはこの言葉を重く受け止めております。私たち日本の宗教界もその心を共有しています。この度被爆並びに第二次世界大戦終結60周年を迎えるにあたり、両被爆都市の宗教者として原爆と過去の戦争による犠牲者たちの冥福を祈り、平和推進におけるリーダーとしての自覚を新たにし、永久平和実現のために熱心な祈りを捧げるため、このローマ聖座への巡礼を決意いたしました。聖火におかれましては、この私たちの決意をお汲み取りいただき、戦争のない地球、核兵器のない地球、そして世界の恒久平和実現のためにご見識を賜りますよう切にお願い申し上げます。終わりに聖火のご顕彰ご多幸を心よりお祈り申し上げますという文面でした。さて、謁見が終わった後は、私たちは今度は教皇調律諸宗教対話評議会の事務局を訪れました。そこにはフェリックス・マチャードという司教が責任者としておられたわけですが、特別応接間に通されました。副議長をなさっているマチャード司教とお話ができました。教皇に対してゆっくりお話ができなかっただろうから、伝えたい、申し上げたいことがあったらここで言ってくださいと、私の方からお伝えしますということでした。私どもは、メッセージを託しておりましたが、その内容を改めて伝えるとともに、ぜひ教皇様在中に日本に、そして広島長崎においでくださるようにお願いしてくださいということもお願いいたしました。バチカンの訪問を私たちは無事に終えまして、アッシジへと向かいました。後にアッシジのフランシスコと呼ばれる平和の聖者の出生の地で、世界中からたくさんの巡礼が集っております。ここのカテドラルには平和の聖者が、その遺体が安置されているわけです。私どもはここを参拝いたしまして、この修道院の中にあるチャペルでミサを捧げることができました。このミサには言うまでもなく、お坊さん方も神主さん方もまた一緒して来られたそれぞれの男信徒の方々も加わってのミサでした。中にはで初めてカトリックのミサというものを最初から最後まで預かる機会に恵まれましたと言っておられた方もありました。この聖者は、自然を愛し、そしてまた貧しさを愛し、平和を愛したことで有名です。インドの聖女と呼ばれたマザー・テレサは、実はアッシジのフランシスコのその精神と生き様を、自分の生き方、あるいは貧しき人々に捧げた生涯の原点としたということを述べております。アッシジのフランシスコの作と言われる平和を求める祈りがございます。ちょっとご紹介いたしますね。主よ、私をあなたの平和の道具にしてください。憎しみのあるところに愛を、
いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、闇あるところに光をもたらすことができますように。まあ、もっと長いお祈りですが、このお祈りを見ても今申し上げました聖者の心、人となりが伺えるわけでございます。この旅で私の心に非常に印象的だった一つのことを お話しいたしたいと思います。私はここに、一枚のこれは絵はがきですが、実際の絵を絵はがきにしたものでございます。教皇調律諸宗教対話評議会の特別応接間の壁に貼られた大きな絵でございました。幅が4メーターぐらい、高さが3メーターぐらいあるでしょうか。フランスのドローレ・プトーという女流画家が1978年に寄贈してくださったものだそうです。ここには前のローマ教皇でカトリック教会の平和路線、対話路線というものを積極的に打ち出されたパウロ6世教皇とともに、世界の主な宗教の最高指導者と思われる人たちが集まって友好的な雰囲気の中で語らっていらっしゃいます。和やかな諸宗教代表たちの集いの絵でございます。これから先の世界が、まあ、宗教だけでなくいろんな異質の人々がその壁を越えて共に心を一つにし、世界の平和のために祈りかつ貢献していければとてもいいことではないかと感じました。主よ、私をあなたの平和の道具にしてください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、闇あるところに光をもたらすことができますように。平和の祈り、アッシジの聖フランシスコ。